アイゾットセンターはアメリカ合衆国のニュージャージー州イーストラザフォードにあったアリーナ。1981年7月2日にコケラ落とし、当時のニュージャージー州知事であったブレンダンバーンにちなんでブレンダンバーンアリーナとして完成した。1982年1月には NBA オールスターゲームが行われていた。1996年には コンチネンタル航空が12年契約の命名権を取得し、コンチネンタルエアラインズアリーナとなった。命名権消滅後、カジュアルブランドのアイゾットが命名権を取得し2007年10月31日から現在の名称になった。1981年から NBA のニュージャージーネッツ本拠地、また1982年から2007年までは、 NHL のニュージャージーデビルスの本拠地としても使用された。また WWE のサマースラムが1989年、1997年、2007年に開催された。また2015年にも予定されていたが、同センターが閉鎖されることで会場がバークレイズセンターに変更となった。2015年4月3日に閉鎖し、本アリーナは取り壊しが予定されており、 2017年までにはホテルが建設される予定。ありがとうございます。